を通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第5節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。ホームで敵を迎え撃ちます。ちゃんと狙って打ってほしい。オフサイドにはならなかった。大きく前方にクリア。
スローイン。キープ力、素晴らしいボディバランスですね。ワン、ツー、ゴール、デメントゴール。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ、動き足が素早い。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？はい、敵のサイド攻撃を徹底的にケアしないといけません。はい、どうもありがとうございます。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。ゴールマン氏に嫌われた。危険なタックル。
ちらがボールを支配するのか。クリアしました。
スリーが鳴りました。試合終了です。惜しくも敗れました。それでは
ました。
主審ファールを取りました。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。シュートミュートミス。スタンドから吐息が漏れます。ヘッドで華麗なドリブル。これから反撃だ。シュートセービング。キックミスでしょう。後半20分経過。
3 kali. Kalah 3 kali kita, guys. Aduh. Berat-berat pakai Tottenham, serius. Okay. See you and goodbye.